いやー、今日でこの時代のこの街も見納めですね。行きますか、ファイナルラスト。おう。もういいのか、キリ。この街でやり残したことはねえんだな。ない。もうアモンも倒したし、サブストーリーも全部埋めたし、ない。ああ、大丈夫だ。シバルまでやってくれ、ニシキ。どんぐらい続くかだな、この船をアジトにして、最終戦が。わかった。はい、行きましょうや。え、ん？あ、ん？あ、マジマさんね。あ、こっちの用意もします。ちょっとお待ちください。はい、マジマさんも準備完了しましたので行きましょうや。俺はもうな、やり残して、ちょ、最後の最後で噛む。俺はもうやり残したことはないんか。ほんまに思い残したことはないな。大丈夫や。行こう。全部俺が姉妹にしたる。見とれよ、誠。いやー。ちょっと緊張しとるわ、俺も。いつもとは心構えが違うからな。あ、そうか、カムロ町に来てるんだよね、マジマさんもキリュウさんも。まあ、キリュウさんは不当行くのか。え、なになになに？なんだよ、忘れしまったのか、俺らのことは。ああ。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。こないだボコボコにしてきたやつらな。おったわ、そりゃこんなやつら。俺らに会ったら、ちゃんと頭下げて。すぐ調子乗るじゃん。ま、とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。おほい、気持ちいい。おい、もっとやれ、もっとやれ、もっとやれ。うん。悪人は成敗されて当然ですからね。ごめんなさい。すいません。すいません。よし、反省しただろ。いや、強すぎな。それにしても。チンピラ相手に何やってんだよ。あらー。佐川さん。遊んでる暇なんかあったかよ。おい、聞いたことない BGM だよ、これ。女は見つかったか。ねねねね、遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがあるん。どこ行くんだ。堂島組。え、勝ち込みかけんの。堂島組。おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？あ、知らないんだ。島野の親父に言うとけや。空の一壺はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ。真島、はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。うわ、お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か、たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。うわー、一応なんか鳥肌すごいわ。やっと檻から飛び出したな。なんか両手に力入ってる歩き方だったな。なるほど、真島さんからあれなんだな。エンディング勝たす感じだな。ああ、早速やってら。
あ、ここ最初キレさんが入った部屋じゃね。なんだってめえ。マコトから電話預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。かっこいい。かっこ。かっ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 こいい。あれ、戦闘あるんじゃん。東京芝浦ふ頭。うわ、人が多い。多い。これもあれでしょ。解散するの大変でしょ。もうちょっとなんかこう、いい感じに並べればいいのに。親父、セラの野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。はい。マコトちゃんいるんだよな、ここに。うわ。いや、さすがに数が数だぜ、これは。お、来た。なんだありゃ。おい、カズマ&ニシキよ。キリュ、奴ら同時組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。え、何？渋沢は桐生さんに来てほしかったの？お前らの相手はこっちだ、キリュウ。相手にならねえよ。ああ、ああ、ああ、そっか、日教連も兵隊はいるもんな、もちろん。うわ、やば。え、戦争じゃん、こんなん。てか、あれなんだな、渋沢さんも戦いに参加するんだな。あんまり余裕がないのかな、道島組も。そっか、動ける状態じゃないのか。いやー、やばいね、状況的に。まあ、セラさんが中にいるとはいえさ。こっちも始めようぜ、キリュウ。え？え、なんで、なんで、こいつら。あ、おい、これ柏木さんじゃね？これオープニングムービーであったよな。トラックから柏木さん出てるの。ああ、いやいや、え、ああ、火炎瓶。ああ、メラ、メラミ。おい、メラゾーマ誰かやれ。柏木さん。風間組か。おい、メラゾーマよりもっと頼りになる奴らが来たわ。キリュウ、錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が。うわ、超かっけえ、マジで。うわぁ、人望厚い理由もわかるわ、なんか。風間さんが運転するっていうのがさ。しかも、錦も行くんだよな。うわぁ、もうこんなん、優勝ですやん。おい、マジで全力でやるわ。ファイナルラストだろ、この試合。待て待て、最後の試合はもちろん、伝説スタイル。いや、早速食らった。なんてかっこ悪いんだ。おい、よいしょ。うわ、強え。なんだこいつら。ちょっとね、最後の試合はノーカットでいきたいよね。よいしょ、よいしょ。ういっ、うい、痛い。ういっ、ういっ、ういっ、うい。
やってやんよ。うれうれ。雑魚がよ。よいしょ。おめ大きなお荷物を。もう進めるだろ。来た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 。お、いるね、やっぱ。いない方がおかしいもんな。痛いよ。待て、銃いる。拳銃 NG! だから、遠距離キャラはつかみなんてやっちゃダメなんです。これ世の中の常識な。よいしょ。痛いっす。うい。来たー。よいしょ。うい。よいしょ。あれ、なんか死んだこいつ。よいしょ。おい、話になんねえな、雑魚すぎて。よいしょ。いいね、これぐらいいる方が楽しいのよ。痛い。だから銃はダメ。冷めることしないで、ほんと冷めることしないで。よいしょ。よいしょ。てめえ、くれ。よいしょ。ういっ。よいしょ。来いよ。どこだ。うわあ。くそ、後ろからも来やがった。柏木さんは何やってんだ。うわあ、ここは任せて、お前は行けじゃん。食い止める。一人で先に行け。錦、心配すんな。俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だが、いいから行け。あいつを止めねえと、風間の親さんにも、死んだ立花にも顔向けできねえだろう。まあそうだな、小田さんにもな。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。だから必ずあいつを止めろ。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。かっこいいこと言ってくれんじゃん。行け。よいしょ。よし、行くぜ。どこだ、敵は。あ、なんか血が出てない、ここ。大丈夫、なんか。いろいろと不安になっちゃうんだけど。なるほど、おめえ一人か。いいね、一人で来た時は褒めてやるよ。よいしょ。だがしかし、雑魚なことに変わりはありません。さよなら。もっと強いやつ持ってこい。なあ。燃えてんじゃん、普通に。ちょっと待って、普通に。燃えてんじゃん。お、渋沢いんのか。入りました。ああ、まことちゃんもおる。これはまずい。な、猿、キジ、犬か、あいつらが。
お、来た、風間組、あ、違う、渋沢組組。あ、なるほど、道島組じゃねえんだ。さよなら。ワンコンボだよ、ワンコンボ持ってってやるぜ、あいつのこのドラム缶を。お、いたし、いたし、ちょいちょいちょい、いないと思いましたやん。いってー、どこ、拳銃、拳銃、あ、痛い、あ、ちょっと待って、ちゃんと負けそう、拳銃とか。ちょっと待って、まずおめえらだよな、死ね、何、よいしょ、あ、やっとすっきりした。おめえらみたいなやつがな、いなくなってな、やっとな、どっか行けお前は、うれ。あんまりコスパのいい、よいしょ、ことじゃないんだけどね、ヒートアクション使うのって。道島のリュースタイルってさ、あのヒートゲージが溜まってからの攻撃速度の上がり方がすんげえ大きいから、あんまヒートアクション使ってヒートゲージ使いたくないんだよね。ずっとギアサードでいる方がよっぽど強いと思う。来たー、おい、犬猿キジかおめえらがの、なかなか骨のあるやつらだな、こいつら。武器を出さないとは。ちょ、しかもちゃんとなんか、うちゃんと殴り合いすんじゃん。よいしょー。だがしかし、強いっす。強い。ちゃんと強い。え、強い。びっくりしてるよ、俺。ガードもちゃんとマメに入ってる。こいつら、なかなか、格ゲーの才能もあると。いや、強いね。やっぱこれあれだな。どっか一人潰さねえと、まともな試合になんねえ。あ、ちげえや、ここに、こんなところに、デッキチェアがあります。いってえな。デッキチェアがあります。あります。あります。デッキチェアが、痛い。おい、今ヒートゲージ赤なんすわ。ふん、ズブリャー。あ、もう全部使い切っちゃう。ヒートゲージじゃねえ、体力ゲージな。ちょい待て、こいつら頭おかしいんか。いって、すんげえ痛い。ちょ待って、あぶねえ。こうやって隠れていくんだな。おい、拳銃を持ってる相手に出せるヒートアクションが、ああ出せなかった。よし、まだまだ進もうぜ。どうせもう来んだろ。あれ、来ねえ。技置いとこうと思ったのに。え、マジで終わり。おい、渋沢は、本当に渋沢一人だ。渋沢。うわ、笑ってら。俺は止まらへんぞ。こいつやべえぞ。いいからしまってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。かっけえ。お、こっちでもあんのか。いいね、道島組組。待てよ、やっぱり伝説でいきましょうや。の、なあ、よいしょ、下っ端の首は数に入らないんだよね。うん、本当に下っ端じゃねえかお前ら。なあ、本当に骨がないじゃないかお前ら。
あら、ちげえお前ら。行きましょうや。いや、ここ、キリュウさんね、最初の方来たよね。いや、夏。なんかこういうシステム的なストーリーの作りうまいよな、五徳シリーズって。いや、なんてそんな俯瞰的に見てるんじゃなしに、さっさとやりましょうや。なあ、おい、おめえもな、あいな、やっぱり段差があるとちょっと戦いにくいな。よいしょ。あ、違う、こっちか。あー違う、なんか変な技使っちゃった。さあ、いんのかな。あ、いない。よいしょ、お邪魔します。うーい、いますね。ちょっと痛い。だから拳銃は下げるんだって。お前さやめてや、冷めちゃうから。よいしょ。いや、かっけえ、かっこいいわ。どんどん進んでこうぞ、山島さん。上か、来いよ来いよ。お、ここあれじゃね、最初さ、うわうわうわ、ちょ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 、泡のじゃなしに、もう名前忘れちゃった。あいつと戦ったとこじゃん。おい、許さねえからそういうの。よいしょ。どれどけ。いんのか。いいね。あ、3人か。おい、痛い。そうですよね、やっぱりそうっすよね。え、何こいつ、こいつなんかつかみ攻撃がなかなか器用な。ほら、こいつのつかみ攻撃イライラするわ。おい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 、よいしょ、ういうい、マジけ。ねえ、この部屋あれでしょ、あれ、阿波野じゃなくて渋沢じゃなしに。おい、最後の最後に名前忘れたよ。あいつと戦ったとこだろ。クゼだよ、クゼと戦ったとこだよ。元島の海、真島五郎か。18人殺しの西島大河の兄弟分。お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭大佐の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。うえ、かっこよ。ああ。お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしい。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ、おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。
本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうってやだな。働いちゃう。ウェイ、ゴルフに高い差異。マジかい、桃太郎なんかや。俺ちょ知らんかったわ。これはそいつを漁ってるうちに俺の背中に背負ったせいをヘラく言わせちまった。いやー、じゃあさっきのところで猿犬キジ使えばよかったわ。なんで渋さんのとこで使っちゃったんだろう、あの例え。人を殴るのは好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのは好きだから殴った。根っからの国道のくせに、いつからかてめえの血流すのが億劫になってな。もともとはなんか真島さんみたいに狂ってたもん。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのは楽しいとは限らねえかな。おお。せやったらいいこと言うじゃん。最後にお楽しみができてよかったやないか。お、真島さんも。お前らは殻の一つぼっちゅうザレ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのザレ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。うわー、BGM がすごい。おい、待て、アワの相手にはよ、これでしょ。よいしょ。あ、待て、強すぎ。あ、待て、あ、強すぎ。あ、強すぎ。あ、真島さん強すぎ。ちょっと待って、本来想定されたより。嘘でしょ。ちょっと待って、え、どうなってんのこれ。いや、終わっちゃった。強くなりすぎちゃった。真島惜しかったな。こんな時代に踊らされてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。長いこと極道をやってるとや。うん、正直てめえの立ち位置が見えてきちまう。風間の頭みてえな男がいる限りてっぺんを取ることができん。なんてな、俺もよ、もう少しおめえみてえにバカだったら言わたのにな。俺かてそないバカ正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りにはバカに生きてバカに死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方が俺は
男の最高の生き様やと気がついて。ラッキーなんだな。あ、ラオグウェイだっけ？え、うわぁ、しかも普通に当たってなかったじゃん、カバー落としなくても。お前か、うわうわうわ、いや、かっこいいよ。やってんだってめえよ。男二人、腹割ってる時によ。部外者、余計な真似していかねえぞ、おら！いやー、ひでえな、こいつ。島野が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。おめえもつまらんやつだな、ほんと。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島野も消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島宗平、そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り、俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないと、あの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。誰がドア閉じてんの？え？うん？え？ちょ、いや、自動ドア。ちょ、おい。裏に誰かおるだろ、二人。うわ、す、いやー、すんげえ、ラオグウェイ。いや、ここは、行きましょう。伝説スタイル。やっぱりガードしてくるか。おい、ラオグエよ。なん、え、セリュート、ちょ、危ない。ああ、右手には拳銃、坂本龍馬みたいな。あ、撃たれちゃった撃たれちゃった。よいしょー。いや、危ない。最後は拳でいこうや。ちょっと待て、よいしょ、痛いよし、拳でいこう。待てよ、やつ、なん、武芸のたしなみが。普通に倒しちゃった。珍しくやりすぎてる。
おとなしく待っとれ。待てれないってことだよな。もうすぐすね。その次がお前や。無事な。え？え、誰かいたっけ？それ。セラー。あー、セラさんこっちにいんのか。セラさんめっちゃ銃使うの上手いじゃん。ハンドガン使う天才かよ。そういや、こっちもありました。そういや、こっちもまだありました。